小野です。酒井です。さあ、行きましょうか。質問。芸大デザイン志望の現役生です。石膏デッサンの3作を見ていると、筆跡が目立たない滑らかなデッサンもあれば、筆跡が明らかにわかる大胆なデッサンもあるように感じます。見ている分にはどちらもうまく思うし憧れるのですが、いざ描くとなると表現方法に迷ってしまって、 特に目立った長所や売りがないデッサンになってしまいます。うん、そこで質問なのですが、芸大受験するにあたって好まれるデッサンと好まれないデッサンはあるのでしょうかまた、滑らかなデッサンと大胆なデッサンで、それぞれのメリットデメリットがあれば教えていただきたいです。ちなみに、次の芸大の石膏は何が出ると思いますか、えー、これは答えられない。<laughs> 最後の質問思いますかですけどももちろん取れないし<は>いうんまあ考えないですねそういうことは日頃 <あー S 1> 当てにいくとか予想するとか考えないですね <うん S 1> お茶日の授業では次の石膏はこれが出るからみんなこれやっとけみたいなああ話は,それはやらないです<な>い <laughs> まあ生徒の方は去年これが出ておととしこれが出たからってことはそれは出ないから、うん、今年はこれだとかだまあそういうことはいろいろ考えているようですが、うん、まあそれは僕らはやることじゃないなとは思ってます、ね、はい、はい、で、えー、好まれるデッサンと好まれないデッサンあ<ー>があるのでしょうかあるのでしょうか、うん、僕はあるように思いますけどね。ほう、うん、あの 芸大デザイン志望ということで合格者のデッサン石膏デッサンの例えば芸大のサイトに行くと合格者が入試の時に描いたデッサンの写真が見れます見れねはいあれ別の人がそれぞれ描いた絵ですけど結構似たような感じしませんかなんとなくそんなにこう同じ人が描いたのかなっていうぐらい 近,、うん、近しい関係に、そんなにこう予備校とか美術とかそういうことをやっていない一般の方に見せたら、うん、みんな同じような感じに感じると思いますけどね、うん、その近くで見たらいろいろあるかもしれませんが、うん、特別、そののなななんかなんかかていう,のかなこう私はこうしますよみたいな他の人と違ってみたいなそういう部分を競い合ってる感じが一切ないので、うん、真っ黒系があったり真っ白系があったりとかしないですよね。よねだから <laughs> 油とかだとやっぱりデッサンからそういう個性の部分のそのぶつかり合いだと思うんですけどまあデザイン家におけるデッサンというのはもうちょっと予選なのかなという気がしますその平面や立体というものである程度個性も発揮していくとしたら一次試験っていうのは予選というふうに僕は思いますけどだからまあすごく似通ってるなと感じますし。 そこにその似通ってるからもっと個性的なものをっていうふうに大学の先生が求めている感じもないそれがあったらあんなにみんなああいう作品ばかりが並ばないと思うのではいだからこういうものでいいよっていうふうなことなのでもっと個性をってなったらそういうの選んでそれをこれこんなん選んだよ僕らみたいなことしますからね二次試験であればそういうことを求めてると思いますけど芸大デザインの一次試験に関しては その、そんなに、その、枝分かれしていくような個性っていうのを求めてるというよりは、その。それ以前、枝分かれ以前の、基礎的な。まあ、予選ですね。本当に、予選だと思います。予選は通らないと、本選に進めないし。でも、予選も、あの、エフとかでも。 トップで通過してねポールポジションとか取るとそのまま本戦で優勝しやすくなるじゃないですかその点でも予選ですよねフィギュアスケートのフリーの前のあれはなんかこう決められてるわけじゃないですかこれやってこれやってみたいそれに近いまあまあまあそうですねかなりかなりそうですでも石膏ですはもうおかしな構図のものとかはまずないわけじゃないですかそうですね決まってますね構図もねだから こうすればいいんだよってこういうことをやればいいんだよっていうのは二次試験に比べたらもう相当項目が上げられていてまあそれをきちんとやってくれればいいのでその現場でなんかこう悩むとかその対応がどうしようとかそういうのは二次試験に比べたらないんじゃないですかねもうある程度決まりきったことをきちんといつも通りやれるかというあの試験ですよね一次試験はだからまあこの方の方言ってる このままで,ですが僕は下段先生が何と言うかは別としてあれの事実受かってる作品を見る限りあるような気がするしあれをばーっと見た時にそういうふうに感じませんでしょうかっていうふうに僕は思いますね。あれがもういろいろ個性があると感じるんであれば相当それは敏感な感覚ですけどでもそれはそれでえっとそれをそう感じるんであればそれでいいんじゃないかなと思,思います。わずかな差に対して、えっと そういう差はでもあるなっていうふうに捉えてるのも事実ですからその人が事実は一緒ですからね確かにその筆跡の違いみたいのは感じますけどねあんまりでも意図した個性ではないですよね筆跡を個性的に見せるためにやってるものではないそこまで作為的にやってないですね全然やってないの人と違う筆跡で 合格してやろう,みたいなう。そういうのはないと思います、ね。<い>自然とその人の書きやすいスタイルが筆跡が残るとか残らないとかっていう。うんうん、えっとことなんだけなので、うん、えっと方法論に関してはすごく。その自由で。うんうん 大事なのはだから道筋ではなくゴールですよね。どういう道筋であってもやりやすい道筋で構わないし、だこするとかこすらないとか、鉛筆立てる立てないとか、そういうのは全部道筋で方法論なので、ここは制約してないです。入試は、芸大は、なるほど。あの大学によりますけど、こすんない方がいいとかいろいろありますけど、大学芸大は全然そこは制約しなくて、ただ最終的な到達点として。 こんな感じの絵っていうのはあの合格者の作品見て感じてください。はい。マルス、よく似てるね、似てないねとかだともう全然差があるわけじゃないですか、点数とかに。やっぱりその印象をちゃんと捉えてるとか、形の正確性とか、まあそういったところではあの非常にレベルの高い勝負にはなってますよね、筆跡云々っていうよりは。 あ,あ、そうですね。そのそこにこだわりはないんじゃないですか。はい、見る人に<の>方法論は筆跡に関して。うん、その似てない？うん 似てないあだからその「似る」「似ない」はすごい大きいわけじゃないですか大きいですねすっごく点数として、はい、でも筆跡の違いはそこまで点数に表れてないような気がするんですけど、うん、あの似てる似てないは、うん、その本物の石膏像っていうのが一番似てるわけで <laughs> そういう意味ではまあまあそうですね置いてあるもの置いてあるものが一つその正解だとしたら、はい、そこからのズレによって、はい えっと似てないってことは測れると思うんですけど、はい、えっとなんか筆跡に関してはそういうものがなんか難しいじゃないですかそです、ね、どれがその表現がいろいろあるだけで、はい、どれが本当なのっていうのは実際は立体物でしかないのですごく難しいんですよね、うん、そこは。 見て本物にこんなタッチはないじゃないかって感じる人もいればそのタッチがいっぱい使われたデッサンなんだけどそこに存在や立体を感じてる人はすごく本物っぽいと感じる人もいるわけででそこは感じ方なんですよね。じゃああタッチがあったっていいいんだなっていう話になるけどでもじゃあそのタッチがなんかものすごく太くてものすごくこう荒くその描かれていたおかげで。 ななんか島模様みたいいねそういう石膏像に見えちゃったら、はい、この石膏なんか畳みたいな質感でできてたの <laughs> とか見えちゃったらそれはやっぱり芸大先生がいくら方法論を制約しないって言っても不自然だなっって思っちゃいますよね、うん、こう見えなくない石膏の質かこれっていうなんかケバケバしてるけどみたいなはい、はい、だそう見えたらそれはその大胆でいいねとかじゃなくて、うん。うん なだからまあ下大先生はどういう道筋を通ってでも自然な石膏像という印象にたどり着く絵であれば評価するっていうぐらいの感覚だと思います。うん、ああじゃあ酒井さんが例えば採点する場合でも、はい、その筆跡云々っていうところはあまり意識してない、はいうん、やっぱり似てる似てないとか。 うんまあそうですね似て似てないとかうんまあそうですね簡単に言っちゃえばでもそこそで言うとそこですね似てる似てないですねパっと見たマルスだなとかマルスじゃないなとかそこですですよね似てるっていうのは図形だけじゃないですよもっとトータルでマルスだなマルスじゃないなそうそれですねはいこれマルスこれマルスじゃないもうそのなんか捉えてるなとかそういうことですね捉えてない上下に分けるとしたらそこ見てますそこ見てますだから 結構その僕だったらこんな描き方しないなっていうぐらいなんかこう練り消しでばっかり描いてる人とか硬い鉛筆でばっかり描いてたりなんかやけに白いとか,なんかでもそういう,そのなていうのかな自分のやり方と全く違う絵に対して。 真実味を感じることっていうのもでもすごいマルス捉えてるぞみたいな <laughs> これはマルスだって、うん、でそういう絵をんかその描き方が癖っぽいというか<ー>若干その不自然だみたいな、はいうん、なんだけどでもなんかそこから見えてくる、うん、その絵の表面が癖っぽいんだけど、うん、そこから見えてくるものがかなり真実味があると。うん その若干の癖っぽい技法もあんまし気にならなくなっちゃうことが僕は多くてでもそこをすごく気にする人も実際採点する人の中にはやっぱり少数いて先生側にもはいそれは多分芸大にもそうでしょうし予備校にもいると思うんですねはいんかもっとこれタッチ押さえた方がいいのにとかなんかもっとこの白いデーさんもうちょっと濃い色を入れた方がいいのにとかなんかそ,のそういうことをすごく言う人と これはこれでよくないかっていうそういう感覚だからそこ、まあの判断は毎回するしかないのでこの辺の場合はどうなんだと、うん、毎回違うから、うんうん、こ,ここではそのこの質問に対しては大きな話しかできないんだけど結構場面場面 でではあると思うんですよその、うん、いくらタッチって言ってもこのタッチはちょっと受け入れられないっていうものもあったりでもなんかこうすっごいバサバサ、うん、一見見えるけどちょっと離れたらなんかすごい落ち着いて見えていいなみたいなね、うん、そういうんだったらもう全然受け入れられるし、うん、だから、うん、なんかタッチのある絵とタッチのない滑らかな絵っていうのは2種類じゃないので技法っていうのは、うん、もう間に無限にあるわけで。ですねだから なんかそういうものだと思ってあこれは嫌だなこれはいいなとかこれはタッチがないけどいいなとかこれはタッチがないけど嫌だなとか単純にそのタッチがあるものを好むとかタッチがあんまりあるものを好まないとかってちょっと傾向ってあると思うんですけどでもその傾向すら超えてくる場合ってのもあるんですよね。ななるほど、うん、僕はタッチがなくても、うん いいんだって思ってる人、うん、でもこのタッチのない絵は嫌だみたいなのとか, <laughs> だか結局やっぱねそのその絵が醸すマルスならマルスっぽさなんですよね、うん、大事なのは、うん、そうですねだからその、うん、まあそのっていうか予選なんで、うん、何百人かいる中でこう、うん、ギュッとま,まずその選ばれるわけじゃそう この見え方を確かめてほしいなと思うんですけどねそうですね合格し作品見れますからね今は写真ですけどはいまああとそのお茶日もコンクールやってるんで藝大デザインな去年どれくらい受けたんですかうん300ぐらいですか300はちょっと超えるぐらいその300分のその1っていうので自分の絵を見てみると その筆跡うんなのかどうかみたいなその遠巻きに見た時にいろいろな絵があって、うん、なんかそこでこう見え方確認できるような気がするんですけどね300枚もあれば、うん、試験にかなり近い枚数なんでな,なんかそんなところでこう見てみると、うん、なんかもうちょっと違う、うん、やっぱりその似てる似てないの大事さって見えてくるんじゃないかなって僕は思うんですけどね。うんうん、そうですねはいうん、うん だから好まれる好まれないはある程度本物を見て感じてくださいさい傾向はある気はしますはい。まあそのタッチについては自分で判断してくれればいいんじゃないですかね特に目立った長所や売りがないって言ってるのはちょっと引っかかるんですけどなんかタッチを大胆に使うとかそれを使わない滑らかなデッサンがそのうの な,なんていうか個性的で目立った長所というふうに言ってるようにも聞こえるので、うん、この文章は、うん、なんか特に自分にそういうそのデッサの場合はですね、うん、なんか他人と差別化するような技法を与える必要はないと思いますよ石膏デッサに関してははいで芸大デザインのですね芸大デザインでそういうことを全然求めてないと思いますよ、うん、レギュレーション通りそうあのみんなと同じやり方で <laughs> <laughs> 特にな変わったことはしてないけども <laughs>、はいうん、でもしっかりものが捉えられてるねというだけで、うん、あのいいと思います。まあ、だけでというかそこを目指した方そこを目指そう。うんはい、そんなところでしょうか。はい、今日は以上になります。それでではまた次回ですそんじゃ、ね、さよなら